うちのお菓子を食べていただいた時に少しこう幸せな気持ちになるような、そういうものを目指してますね。僕の思いとしては一番理想なのが、あのパティシエの人たちが作る生ケーキを選ぶか、上生にしようか、今日どっちにしようぐらいに考えてもらえるように、なので本当にカジュアルに食べてほしいですし、日常を食べるからこそ季節感も生きるわけで、タイの背中とお腹で薄い紅色と白と今貼り合わせてグラデーションをつけたんですけども、裏に白を貼ることで小豆の色が表に出にくくなるの で、こうタイがジャンプした時に尾びれをこうひねってるような、あんな感じで尾びれを作っていきます。師匠によく言われたのが、花も100個作んないとまず咲かないしって言われて、で100個作ってみんながやれるんなら君は200個やりなさいっていうふうに言われたのがすごい思い出に残っていて、当時の作ってた写真とか自分で見てて恥ずかしいみたいな若い時のなんか生きがってる時の写真見るような恥ずかしさがあって、なんじゃこりゃみたいな、自分が面白くないと絶対受け取る人も面白がってくれないので、いかにこう自分を面白くするかっていうのも一つテーマですね。それをお客さんと一緒に面白がれれば、お店とか立ってて俺ピスタチオのあんこなんすよって言ったら、マジっすかみたいな、そのおーっていうこの盛り上がりがいいなみたいな変わったデザインのものも、招き猫だったりハリネズミだったり、そういうものもお子さんとか若い方が上生菓子を食べるきっかけになればいいと思うので、伝統を守るとか壊すとかではなくて、ずっと守られてるなっていうふうに感じて継承してるだけだと、何にも自分の要素って一滴も残らないまんま後ろに流れてっちゃうので、目いっぱい挑んでいくような感じで、いろいろとチャレンジしていろいろ考えたものを世に出して、でもしかしたらそれがね、ちょっとでも残れば少しは自分がお菓子屋というか和菓子の職人をしてる意味もあるのかなっていうふうに思ってまして。